と幼い子供さんもいて、舞台が弾けるようでした。長川ミュージックスクールの中学生さんはさすがにお姉さんという感じで、若さにあふれた演奏でした。ロケラニフラスさんは子供から大人の方まで楽しい舞台を見せてくれました。フラダンス、中でも南国の夜、ウクレレの生演奏での舞台、いかがでしたでしょうか。キッズコトは小中学生の邦楽合奏団として活躍しています。今日のトップバッターを務めました。今年は子どもたちが選んだ曲に伴奏をつけて、しかもなんとドラムとの共演をいたしました。選んだ曲を聴いたときはどうしましょうと頭を抱え込んでしまいました。ちょっと愚痴を聞いていただけましたら、私が編曲したんですけども、かなり大変でした。まずインターネットで曲を見つけて、子どもたちが言った曲を見つけて楽譜を探します。なるべくフラットやシャープの記号のないものを一生懸命探して、でそれでもダメだったら自分でせっせせっせと五線譜に線を引いて、一応調を移すんですね。フラットを少なくしたり、シャープを少なくしたりして、なるべく子どもたちが弾けるように。でおことは糸が13本しかないので、大丈夫ですか？ OK だそうです。嬉しいですね。もうお話やめていいそうです。フィナレって言ったんですけど、どなたも出ていらっしゃらないのかな。どうした？いろいろとね、都合があるみたいで。それに合わせて踊りますの？はい。
どうも、お仕事の子たちはまだ踊り足りないみたいですね、若いからね。はい、それでは演奏よろしくお願いいたします。後ろのバック気にせずに、ね、聴いてください。よろしくお願いいたします。させていただきます。これから今日出演された方々の、入場となりますので、もう一度温かい拍手でお迎えください。